はい、皆さんこんばんは、100円です。ということで36番赤道のウォーカーギア、これをやっていきたいと思います。まあほぼ変わんないですよ。ドラム缶、今回ドラム缶身につけらんないですね。まあ現実的に考えるとドラム缶なんてつけれるわけがないからありえないっちゃありえない話なんだけど。赤道のおかげや。ボス、MPLA からの依頼だ。ディタディ村落跡の PF にウォーカーギアが配備された。これを全機排除してくれ。破壊、回収、手段は問わない。ウォーカーギアの供給元、サイファーに迫るチャンスだ。頼んだぞ。よし、とりあえずウォーカーギア全部回収していきたいですね。できるんだったら。できるかな。おいっす。これはどんな、どこだろうな。あ、また村的なとこか。あ、待てよ、この焼けただれたとこ覚えてる覚えてる。これ前捕まえたやつだっけ。さあここか。ここのどこにウォーカーギアがあるのかい。え、あー、インビビッター、 D ドッグか。見当たらないな。騒ぎになれば敵もウォーカーギアで応戦してくるだろう。そうなったら面倒だ。その通りですね。はい、左から攻めていこうかな。敵の姿がでも感知できないんですよね。いないな。Dドッグがまだ感知してない。ターゲットはその拠点内に配備されている。はい、全て見つけ出し排除してくれ。あれ車でしょ。トラックか。荷台は空いてるな。うん、こんな平べったいとこ行っちゃって大丈夫かな。まずあれが1台か。あー結構あるね。どう攻めていこうかな。できるもんなら回収したいよな、お金のためにも。ネットかぶってなさそう。え、あー普通にかぶってるわ。ん？これウォーカーギアじゃないじゃん。違うよあれ違った。ポリオもいるな。アナリシスコンプリート、アナリシスコンプリート。
うわ、何こいつ。どうしようかしら。もうちょっと左の方行きましょうかね。まず下から攻めるのは良くないよ。もっと左の方に行って、で上にまず登ろう。山の上に登ろう。丘か。ここには敵はいないはず。岩の上に登った方がいいかしら。あの捕虜も助けてあげてえな。よかったのかな。ジギタリス。おお。あ、すげえ。こんな上まで登れるんだ、ここ。高いですね。あ、いいなこれ。あれが全然ないんだけど。ウォーカーギアの破壊には、あった。爆発物が有効だ。だが使えば敵に気づかれる。できれば一度にまとめて爆破しよう。いや、回収したいっすよ。あ、いた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 。ガトリング砲を搭載しているようだな。正面から近づくのは危険すぎる。背後から操縦者を攻撃するんだ。他はこれだけ。アナリシスコンプリート。あー、この2台だけかな。あそこにも掘れんのか。見たところ2台しかなさそうですね。オッケー。手榴弾投げて、はい終わりって感じでもできそうだけどね。スリープグルネード、これどうなの。寝るのかな。あ、寝た。寝ろ。あ、いいね。このスリープグレネードめっちゃ使えんじゃねえか。常備使いたいね。で、ここから降りて、あいつ押さえとくか。お前も回収する候補一人としてあっちに置いとこう。
からどうするかだな。あと3つしかないのか。あ、もうあれ終わらしときゃよかったわ。なんだもう捕まったら終わりなのか。Please select a drop point. Supplies requested.
Ich bin hier. 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 Extraction arrived at the mother base. ミッションは失敗した。パパッと回収しちゃいますよ。あの二人が来るんだよな。いいっすよ。これで対処する。寝ろ寝ろ。よーし。あと一人だ。あいつはどうしようかな。後ろから攻めるか。よーし。こいつら押さえるときはもう分かんないでしょ。捕虜も助けますよ、ちゃんと。ああ、助けてやるぜ。もちろんいいと思う。受け取った。あとは任せろ。敵にバレることもないだろう。これで最後じゃないかな。多分。終わり？まだある。見事な転用。よし、いいぞ。残りターゲットなし。目的は達成した。オッケー。エリ、またはリクロでホットゾーンから離脱してくれ。おっしゃー。回収する。了解だ。よし。ヘリコプター、ピックアップ。Please select a landing zone. 遠いな、おい。まあいい。Support helicopter requested. 慎重にちゃんと反対側から逃げますよ。
この敵に見つかっちゃいけないミッションめちゃくちゃめんどくさいな。苦手だわ。よし頼むか、セーブ入ってくれ、セーブ。おっしゃー来たー。もうあそこに忘れ物はないぜ。撃った弾の抜け殻以外はな。あー難かった。こちら P コード、まもなくランディングゾーンに到着する。こちら P コード、ランディングゾーンに到着、待機する。よーし、オッケー、もう大満足ですわ。ヤッホー。よし、ホットゾーン離脱だ。敵の追撃なし、ミッションクリア。リラックス。今回あれじゃないかな、初めて全部取ったんじゃないですか。4の4。エクストラクション arrived at mother base。よし、ミッション完了だ、ボス。ああ、しょうがない。ボス、思った通りだ。あんたがウォーカーギアを排除したことで、ディダディソン落跡から CFA 本部へ補充依頼が飛んだ。その CFA が接触したのは 3R。 お前話したな。ムヒンダ油田のオーナー、例のペーパーカンパニーだ。やはり 3R はサイファーの隠れ蓑だったか。補充自体は後回しになったようだが、ウォーカーギアがノバブラガ空港跡から輸送されることも分かった。そのサバンナには PF の拠点を結ぶ物流網があるらしい。この物流網を諜報班に追わせてみる。サイファーが PF にウォーカーギアを供給しているなら、 PF がサイファーに支払う対価もあるはずだ。この流れを追うことで連中の影に迫れるかもしれん。このムービー前見たやつだな。よし、次のミッションはどうしようかな。次はじゃあ Please select a mission。 あこれかな、もうこれやる関係あんのかな。エキストリームやってみるか。イソートラック5と回収する必要がある。めんどくさいな。とりあえずじゃあこれやりますか。なんかこれやるのちょっと怖いからさ。はい、ということで次37番やります。ということでここまでご視聴ありがとうございました。ピースアウト。